皆様、新年度のご挨拶、山本ゴムでございます。昨日、おとといと、マイクなしでこちら田端駅前にいて、10年近くのご挨拶をさせていただいておりました。荒川区で生まれ育ちました、山本ゴムでございます。東京都議会議員選挙で、昨年の7月ですね、もう1年経ちます、立候補させていただき、ここ田端の前をスーッと大きな外旋車で通って区境を、帰りなさい、区境を攻略しておりました。ちょうどですね、東京都の、都道の補助92号線、ちょっと今冒険しちゃいました。92号線言わなきゃよかったかな。ちょっと記憶にぼやけてますけれども、補助92号線都道の問題が荒川にございまして、今北区で止まってるんですよね。で、そういったね、都道必要かなっていうのも、ね、選挙中に見ながらの外旋活動でしたね。あんまり使われてなかった都道が、まあ、防災道路なので、基本的にはこうラッシュを想定したものではないと思うんですけど、それにしても車の休憩所になってしまっていた、あの北区のね、都道の部分がせっかく作ったのに塞いでしまってるんですね。車の休憩所も大事ですけれども、これでこれを荒川の方までずっと伸ばして道館山通りにつなげるっていう案なんですけど、これが生きるのかな、ちょっと疑問な点がありましたので、私は政策として荒川区の都道の、まあ、延長はいらないんじゃないかと訴えておりました。なぜならば太いところあるんですよね、あの中ほどの部分にある、ちゃんとありますから、消防車が通れるところがあるのと、あとは都道を作っても土管山通りが今ちょっと混んじゃうんですよね。あの忍ばずの通りからこうぐーっと来る経路で今慢性的に混んでしまっているので、さらに都道を作ると余計に混んじゃう。なのでその両面でね、あまり効果的ではない開発かなと、都道の件は私は訴えておりました。そして昨日こちらでもお話ししました、タバコポイ捨ての問題、これはまず条例でね、都の条例で吸えないところをどんどん拡大していくとともに、あの吸う人の立場にもなった上で、私自身は吸わないんですけれども、吸う人のためにはですね、効果的に喫煙スペース、あの細長い消火栓みたいなところあるじゃないですか、 そこで吸って、あの吸えるんですけれども、まあ、公園とかからはあのどんどん撤去していく。なぜならば公園は子どもの活動場所ですので、子どもたちからあのスモークフリーって言われますけれども、煙を遠ざけていく。ありがとうございます、お帰りなさい、山本ゴムでございます。煙を遠ざけていく。しかしそのタバコの吸えるスペースを確保するために再配置するんです、喫煙所。これで両面から条例で縛り上げるだけではなくて、吸えるところの模様替えをしていく、両面のアプローチが必要だと思っております。山本ゴム、荒川もそうなんですよね、北区もそうだと思いますけれども、商店街が盛んですごいじゃないですか。田端のね、ここ向こう行ったところの商店街、高低差も美しい田端ですけれども、商店街が盛んだから小規模の飲食店も多いんですよね。こうしたところ全面禁煙にするとね、もう街のなんて言うんでしょう、コミュニティがなくなってしまうのだと、経済も衰えていっちゃうから、まずは
しょう。肝の部分は分煙でいきましょう。分煙をしっかりする。そしてオリンピックをきっかけにしてより健康な街を作っていく。帰りなさい。すいません、沖縄と失礼します。山本号の健康で、そしてその上で人でにぎわう、そういった街を作る。私、地元が下町ですので、荒川の出身でございますので、恩返しをする上でも下町の独特の情緒を大事にして、その上で外国人さんにもどんどん来てもらって、今ディープなディープ東京って言われるような、ちょっと普通は行かないでしょうっていうところね、熱心に写真撮っておられたりするんですよ。下町の路地が人気であったり、飲食店が人気だったりするんです。これをそのままそのまま味わってもらう。でもね、ちゃんとルールは知ってもらう。ここは禁煙なんですとかね、ここは寝ちゃダメなんだとか、そういった言葉違えど丁寧に丁寧に説明していくことで、綺麗な安全なまんま街を発展させることができます。そういったお手伝いを山本豪にさせていただきたいと、今後とも頑張ってまいります。田畑の駅ご利用の皆様、1週間お疲れ様です。そして新年度よろしくお願い申し上げます。山本豪、短い時間ではございますがお借りいたしまして、新年度のご挨拶でございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。